植民地省はかつて存在したイギリスの中央官庁の一つ。世界中に半島を広げた大英帝国の植民地支配に関する事務を所管した。植民地大臣が指揮した。イングランド王国は17世紀以降植民地を獲得していったが、はじめそれらは数密院の中の委員会によって所管されていた。17世紀半ばのイングランド共和国時代になると、通称 拓職委員会が設置され、そこが植民地問題を所管した。1660年の王政復興後には通称拓職委員会は通称委員会と拓職委員会に分離されたが、1696年には再び通称拓職長として合併された。18世紀後半に北アメリカ植民地との関係が緊迫化したことを受けて、1768年に 商務部門を切り離してアメリカ植民地問題庁が創設されたが1782年にアメリカ独立が確実となると廃止され植民地に関する問題は内務省が所管することになったさらに18世紀末にフランス革命戦争が勃発したことで軍事面の統括を強める必要が生じ1801年には 陸軍省が内務省の植民地部門を所管することになり、陸軍、植民地省が創設された。19世紀中期のクリミア戦争で陸軍の非効率性が浮き彫りとなったことで、陸軍、植民地省改革の動きが強まり、1854年には再び陸軍省と植民地省が分離され、植民地省が独立官庁として活動することになった。ただし、 植民地の内インドについては植民地省の管轄ではなくインド省が所管していた。植民地省は大英帝国最盛期のビクトリア朝から20世紀初頭の頃には最重要官庁の一つであったが1925年には自治領を所管する自治領省が分離。さらに第二次世界大戦後には植民地が続々と独立し始め、 植民地省が管理する植民地市民の数は減少する一方になった。そのため植民地省が独立省庁である意味は薄くなり、1966年には連邦関係省と合同して連邦省が創設された。さらに1968年に連邦省が外務省に吸収され、外務連邦省が創設され、現在に至っている。ありがとうございます。